フランスワインはフランス共和国で生産されるワインである。現在、ワインの生産量ではイタリアが、ブドウの栽培面積ではスペインがそれぞれ世界一である。だが、品質の高さ、洗練されたワイン文化、知名度などで、フランスはワイン産地として高く評価されている。これは、フランスの気候、風土がワイン用ブドウの栽培に適していることが一番の理由であるが、 1935年にオクポーを制定するなどフランス共和国政府を挙げてワイン品質の維持、管理、向上に取り組んでいる。フランスではほぼ全土にわたって多かれ少なかれワインが生産されている。中でも最も有名な産地は南西部のボルドーと東部のブルゴーニュであり、北東部のシャンパーニュはスパークリングワイン、シャンパンの産地として知られる。このに 中部のロワール川や南部のローヌ川沿いの地域がよく知られており各地で固有のワインが生まれている。アルザスのワインは白が主流で果実味が強くライン川を挟んで隣国のドイツのワインに近い。アルプス山脈沿いのサボアも同様に白が中心である。フランスの原産地古障は1935年に制定された 原産地故障と製法による。この奥の規制により、産地ごとに定められたブドウの品種や製法などの要件を満たさなければ、その生産地を名乗ることはできない。故障は、フランス国立原産地名称研究所によって管理、されている。2009年8月1日に導入された EU の原産地名称保護制度による分類では、原産地故障保護ワイン、 地理的表示保護ワイン、地理的表示のないワインの3種に区分しているが、その表示は現在まず見ることはない。現在のフランスワインは、奥棒によって次の4つの分類に分けられている。これらの分類は、それぞれのワインのうまい、まずいを定義するものではない。奥ワインは、生産地、どう品種、幸い法、醸造法、アルコール度数などが、 厳しく制限されているものである。地域名より地区名へ、さらに村名とより狭い範囲の奥ほど統制が厳しく、一般には高級品となる。例えば、ボルドーでは、マルゴーなど村の名前が入ったものが、最も細かい奥であり、ブルゴーニュではさらに、畑の名前、ロマネコンティまでに細分化されている。以下、ブドウの原産地が広がるに応じて、順次、メドックなどの地区名、 ボルドーなど地方名と奥の範囲が広がる。より限定された産地ほど土地の個性を反映するものとされる。EU の原産地名称保護制度では原産地故障保護ワインに該当する。奥ワインよりやや統制が緩い、予備軍的存在の VDQS がある。かつてはラングドックルーショーンや南西地方、ローヌ地方などに多くあったが、 1980年代から90年代にかけて大半が奥に昇格したため、今は全体の1%以下である。EU の原産地名称保護制度では、原産地故障保護ワインに該当する。バンドペイとは、地方のワインの意味。テーブルワインの一つだが、異なる産地のワインのブレンドは禁止されている。最近、奥に勝る高い評価を得ているものも出てきている。バンドペイでも、 産地表示が認められており、ラベルにビンデ・ペイズからの表記があり、セッパージュやビンテージの入っているものが多い。その故障はアペラシオンとは大きく異なり、各アペラシオンの商標的価値を損ねないよう配慮されている。バンド・ペイの中で最も知られた産地故障は南部のラングドック地方を示すオックであり、ロアール川沿いのジャルガンドラ・ロアールもよく知られている。 EU の原産地名称保護制度では、地理的表示保護ワインに該当する。バンド・ターブルは、かつて、フランス人が水代わりに飲んでいたワインであるが、現在大手のネゴシアンが作っているものは、安価でも品質が安定しており、毎日飲むデイリーワインに適している。EU の原産地名称保護制度では、地理的表示のないワインに該当する。ありがとうございます。